民間屋駅は、青森県東津軽郡外ヶ浜町あざ、民間屋東町にある、東日本旅客鉄道津軽線の駅である、津軽線の終着駅、単式ホーム一面一線を有する地上駅。元は、島式ホーム一面二線であったが、CTC 化による、合理化で、旧一番線にあたる駅舎側の線路は、使用停止された上で柵で封鎖され、 急に番線にあたるるホームのみ使用している以前は夜間大白があり、ホームの奥にある機動車を収容する車庫を使用していたが、現在は当駅最終列車は到着後にカニタ駅まで改装しているため撤去された。駅舎横に民間や乗務員休養室がある。駅舎は開業当時のものを使用している。現在は青森駅が管理する無人駅。 入口扉の上には絵画があり、その中には、太宰治の小説、津軽より、当初を描いた部分が抜粋されて載せられている。津軽線では、新中小国信号場から当駅までの間は、長らく CTC が導入されておらず、その導入前日の2019年4月28日まで、運転取扱業務を行っていたため長らく直営駅となっていた。駅舎には、 出札窓口も設置されていた。また、管理駅として、今別駅、津軽浜名駅を管理していた。JR 東日本によると、2000年度から2018年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。駅より、民間や地区循環バスを利用して、タッピ先方面へ行くことができる。ありがとうございます。